にちは、中三工房のまなぼりおです。今回は鬼滅の刃の赤妻善逸のリクエストに家族で挑戦していこうと思います。それでは対決始めます。
私はリオです。いっせーので。おお、すごい。待って、うまい、すげえ。うまくない？レベルが上がっている、さらに。待って。なんかバランスがめちゃくちゃいいんだけど。めっちゃいい。前逸のさ、ここの光のここがあるじゃん。そこ2色にしたの。グラデーションがうまい。この辺のさ、黄色とかワイヤー系とか、何色使ったの、髪？1、2、3、4、5、6、7。そんなに？そんな使う？すげえ。はい、次、母さん。いっせーのーです。うまい。すごいな。渋さが出てます。待って、みんなすげーうまい。しかもさ、今回さ、線がさ、めっちゃくちゃいいじゃん。太くて。あと、ここすごくない？うわ、すごい。そう、透けてる。透けてる。待って。やばい、透けてる、やばい。透けてない。ごめん、私塗りつぶしたわ。一緒一緒。私も透けてないもん、一色。一緒。そしてグラデーションもなんもないよ、そこ。一緒。そう。グラデーションした。待って。何がいいかって、線が太いのがいいし、髪の毛もめっちゃ綺麗じゃない？でもあれだね、ワイヤー系あんま使ってないね、先端ね。ワイヤー23。これワイヤー？もう全然なんかいいとこそこら辺に見えそう。根元はいい。私がすごいって思うのはさ、ここのやっぱここ透けてんのよ。私もそこ気づいて。はーい、じゃあ次マナ。そしてすごいと思うぞ。いっせーので。おお、もう安定なうまさってやつだな。めっちゃうまいじゃんっていうの。透けてるし。いや、そこだけよ。いや、そこだけ透けてるじゃん。一色じゃん。すごいじゃん。めっちゃくちゃうまいじゃん。あのさ、先端のやつってさ、Y38 か Y35。 やたら色気にするじゃん。だって一瞬そう思ったの。あ、でもね、こんぐらいオレンジにしたね。綺麗だよね。いや、この辺のさ、羽織グラデーションが半端なくうまい。まあ、でかいやん。いや、これで、いや、だっていいと思ったよ。だからリオの見た時すごいちっちゃくねって思ったの。いやー、でも待って、みんなレベルが高すぎる。リオぐらいの線とさ、あのこの稲妻のさ、水色がさ、入れれんのやね。でも別にさ、こういうのってアレンジすればいいんだって。この稲妻を別に髪の毛にこうかけたってすごいかっこいいと思うし。次、父さん、最後ですね。いっせーので。うわー、うまいね。あのグラデーション、顔の方、こっちはすっごいね、もうね、超リアル、リアルグラデーションかけて、いや、髪もあ、髪もね、この辺ね、すごい、どんどん38、私と一緒じゃない？ちょっと覚えてない。姉ちゃん35だと思うよ。一番凝ったのはね、肌と雷ね。雷かっこよくない？なんか青色塗ってる、初めね、肌をね、 E000 を何回も塗ってしまって健康肌になってしまったよ、初めね。で、光輝いてるやん、こっちやばいと思って、で、こっちをどんどん濃くしていったで、こっちを普通になったみたいな。マジ、うん、だけどこっちをね、すごい濃いくしたんよ。濃いとは思った、うん、でも自然に見えるよ。なんか歌舞伎みたいになったね、また口が歌舞伎みたい。リオの絵って可愛いよね。いいよね。すごいよね、特徴が。今回でもすっごいバランスがいいね。私、グラデーションがすごいやったんよ。しかもはみ出てない。あ、ほんとだ。うん、リオの稲妻ってすごい、なんかこの辺がだ、すごいかっこいいんよ。なんか丸み帯びとるよね。これ見て、ギガ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 。確かになんか子供らしい、ね。今回なんか幼いね。幼く見える。線画がさ、ほんと2人すっごい似とるね。いや、私線画自信があった。しかもね、この太さがすごい。やっぱ父さん太くするべきだったな、もっともっとね。あ、ほんとだ。いや、太いかなと思ったんだけど、これ見るとすっげえかっこいいじゃん。なんかリオと父さん今回似とるね。表情似てるね。しかも肌はR系でいっとる。なんか斬新だね。絵描けよね。でも日焼けしてる感じがするね。痛そう。ほんならもう、ね、いつながらもっと影をね、濃くするという。いや、なんかリオもすごい動きがあっていいと思う。全体が映るから、顔だけズームされててもさ、なんか分かりづらいじゃん。躍動感みたいなものがあんま伝わらんんだけどさ、全体が映ることでさ、羽織とかなびいてる感じ。私はね、髪の毛をすっげーやったんよ。羽織のグラデーションは頑張ってやったんよ。だけど、髪の毛の努力、毛先だけ1時間かかる。この光の線ってさ、母さんとよりぶちくそうまいね。みんなしてないんだね。これ Y13 ぐらい？ Y の6。なんか一番リオの絵好きだな。あー、いいよね。この稲妻のこの丸みがすげえいい。いいよね。あ、うねってる感じ。それは父さんと真逆だからね。対照的だよね、うん、ちょっとドラゴンボールをイメージしすぎたな。ドラゴンボール、うん、なんか吸い込まれそうよね、リオの。マナのはさすがって感じで、母さんのは今回すごいね。母さんやっぱ透けてんの。うん、でもなんか一番左よくない？左って私？いや、左上。
でもちょっとなかなか難しくて、この辺の線とかさどうなるんだろうって自分の手見比べよったんだけどさ、さっぱりわからなかった。しかも刀ないしどうやって持つんだろうと思って。いや私長い刺し持った銀色のあるやん、刺し持ってずっとこうやって。いや私左利きだからさ、右の見立てた。左利きめっちゃ役立つよ。いやもうだって見ながら書いたもん。そうか、右で持っとるけ。そう、すげえ、その左利きのメリットいいね。特権です。最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは家族対決13でした。バイバーイ。